はい。1億円シリーズ。まあ、1億円を稼ぐ目的の一つに、それはですね、自分の子供にどんな環境とかね、どんな前提条件を用意できるかっていうふうな、親の責任にも、私はかかってくると思うんですよね。えー、例えばですね、子供が、 10歳ぐらいになった時はいつも想定するんですけども子供が10歳ぐらいになった時にやっぱりね国際的な子供になってほしいなとかグローバリズムっていう今のね流れに沿ったいろんな国と関わりを持つ子供になってほしいなと思う人もいると思いますけども親がその前提条件を作っておかなければ子供は非常にね、えーまあ、ドメスティックな要するに海外との関わりが持てないグローバリズムに反した考え方とか行動になってくると思うんですよ。うんまあそう考えた時にやっぱり私はですね 十、えー、歳ぐらいまでにはあの我が子にね、海外旅行を何件かしていただいたりとか、それから留学の経験があったりとかね、少なくとも日本以外の国に何度か行くような経験っていうのは当然持たしていかないといけないなと思うんですよ。うん、そう考えるとですね、うん、今から、うん、小小学校、中学校、そして、えー、高校というふうに進学を我が子にさせようと思った時に。 その時に親がですね、日本の小学校、中学校、高校しか思い浮かばないようでは、これとてもですね、子供にグローバリズム、これから世界を相手に戦っていけるようなね、そんなあの、社会人に育つことは期待できないんですよ。もう本当にね、常識的なあ、日本人的な、閉鎖的な人間になることをもう許容しなければならないってことになります。まあそのためにはやっぱりお金いりますよね。だから私のこれからあ作っていくお金のその半分以上は、 まだ生まれてこない我が子に対するまあ何ていうんですかね必要に迫られたお金かなというふうに思うんですよねうんだからやっぱりこう1億円ぐらいはやっぱかかってくるわけですよねえ子供が成人して例えば大学を卒業するまでもいろんな施設がありますけども3000万かかるといった人がいたりね5000万かかるという人もいればやっぱりそこそこの金額ってかかってくるわけですよでプラスですねこれ大学進学 をモデルとした例ででですすすけけどもも必ずしも大学進学進を目指すわけではないと思うんですよ、うん、例えばね、インターナショナルスクール行ってみたりとか、タイの学校に行ってみたいとかなったりね、住まいがそもそも日本ではなくて、えー、他のね、それこそインドネシアとかアメリカだったりを希望するかもしれません。そういう時に親としては、お金がないから我慢しろっていうふうなことは絶対に言えないかなと思うんですよ。私はね。私はそういうふうに思うんで、お金の心配がないと。 子供の選択肢全てを叶えてあげられるようなそんな前提条件を親が用意しておくことが子供の可能性を最大限に伸ばしてですね子供の先入観を狭い世界に閉じ込めないそんなね責任があると思うんですよねさあそれは極端な話になりますけども子供が生まれた時に子供に10億円の資産があったらどうですかねもはやですね就職活動に参加する必要はないですよね まあ、ということで、本当に自分のために生きる人生が始まるんではないかなと思うんですよ。要するにね、嫌なことでお金を稼ぐ必要はないと。お金に関わることで嫌な思いをする必要がないんですよ。10億円ぐらい生まれたときにあれば、うん。それができれば、本当に生まれた瞬間からですね、自分の見聞を広めて、自分の可能性を広めて、自分が世の中にどのぐらい役に立てるかなってことに追求を向けていけると思うんですよね。 でもほとんどの人の人生の大半は自分の生活費を稼ぐために70歳、80歳ぐらいまで人生を使ってしまうんではないかなと思うんですよで。私はですね、だから受験戦争とか就職活動、就職戦線に参加させてしまうという親の責任もね、かなり深いなと私自身に思うわけなんですよ。なぜなら受験勉強に向かったところで、就職活動に向かったところで、あまりにも時代遅れで、ね、その学習っていうのは別に学校じゃなくてもね、 でできるわけですしじゃあね親の立場として見ず知らずの人の会社に行かせるのかそれとも自分の作った会社に行かせるのかもしくは自分でビジネスができるような子供に育ててもはや就職というね選択肢をお金を稼ぐというものの中にほんと選択肢の一つに過ぎないとして考えさせるのかそれとも就職が唯一の稼ぎ口だよっていうふうに閉じ込めてしまうのかかなり非常にここはねうーん。 責任が重いことではないかなと私は思うんですね皆さんいかがでしょうか